こんにちは、こんばんは、ゲームどうもイコです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビートは始めていきましょう。今回は2節空いているということで練習試合です。ビシバシ鍛えていくからなってことで、じゃあ首位のメンソーレ那覇、行ってみましょう。もうどんどん課題がもらえますね。結局スコアレスドローでしたね。ですかね。これで1試合目終了です。早速2試合目いきましょう。キャピタル東京です。
レラーに。さあ課題をどんどん掴んでくれればいいですね。これで短い期間なので結局練習するしかないような状況です。おっとイエローカードがついてしまったぞ。エリカ2枚ですね。エリオイエローカード。まあそれでも頑張ってます。そも暑さを感じるかもしれない。高いな相手は。うん、危ない危ない。気がつけばもう35分、残り10分です。こちらも両方スコアレスですね。結構危なかった。今もポストに入ったりして攻められてますね。こちらも得点がなく終了です。押されてますね。よくスコアレスドーで済んだ感じです。次回は武蔵野放熱ですね。今の武蔵野放熱はどうでしょう。この川上っていうのが強いんですよね。川上のワンマンチームって言ってもいいんじゃないでしょうか。芋感っていうのもいいですね。フォワードはそんなに良くないな。 C が多いチームです。
手直しをしたので勝っていきましょう。ということで、ご覧いただきましてありがとうございました。現在の成績は3位です。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしくお願いします。説明欄にはこれまでのゲームプレイの記録を集めました。プレイリストも URL 表示しております。そちらもご覧いただければ幸いです。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。